はい、じゃあ A さんの努力目標は何をしたらいいでしょうか。例えば A さんがこの2ページの漫画を描くとしますね。はい、まあ、例えば広告漫画的に広告漫画で頼まれて 2ページ頼まれました。うん、漫画を頼まれました。はい、そしたら大体まあ3段から4段の小回りをしてください。これぐらいの小回りをね。ほんで、はいはい、あと彼女の得意なそのこういうあの何て言うんでしょう、こういう表情のコマも、あのいわゆるアップのね、そうそう、これは彼女得意なんで、まあ、なかなかいいですね。できると思う、ね、できると思うんですよね。でこの2つができたら、あだいぶいいですね、それはね。うん、ほんで、はい、あとはもうカメラアングル、カメラ、はいはい、カメラアングルね、はい、カメラ、はい、あのカメラをあのずっと横ばっかりじゃなくて、例えばこれは今横ばっかり書いてありますね。そうそう、思い切ってこう、もう顔のドアップをする。そう、顔のドアップ、顔全面描かずでも下からこう、ああ見上げる感じで、あの、うん、カメラの位置ですからね。はいはいはい、はい、カメラの位置をこう効果的に利用すると、はいはいはい、あの、まあ、映像というか漫画の効果が出ますね。そうそうそう、映画的になりますから、こう、はいはい、映画的にね、はい、映画的なカメラのアングルを頑張って、作ってもらうと。これただその先生、あのあれね、あの女性の作家の先生って割とあんまりそのなんつうの、見上げたりこう引きの絵っていう先生は少ないですよね。あの女性はねやっぱりね、あのパースが不得意なんですよ。はいはいはい、これもあの一応、まあ、パースといえばパースなんでね、こういう、こういうパースでしょう。なんか同じあのカメラ位置で平行に移動してる絵っていう描かれる方は割と多いですよね。うん、女の人はだから車を描くのも難しい。車もなんで難しいかというと、あの車も必ずこうパースになってるんですよ。はいはいはい、パースになってて、はい、こういうことでしょ、車って。すると女の人的にはこのパースが描けないんで、はい、どうしてもこう車って言ったらこうなってしまうんですよ。あ、横の位置の横からね、ね、うん、全てが横位置になると、あ、横からでしか描けないと、うん、この前斜め前にこう来るという絵が描けない、描けない、描けない。ほんで例えばこの家なんかにしてもね、はいはい、あのこうビルがあるとしても、こういうビルをなかなか描けないんですよね。はいはい、こういうパースの効いたビルという、はい、こう見上げた感じの ね、女の人が描くビルはもうこれですわ。普通 の四角い家ですね。うん、いわゆる横から見たあの通常のアングルのやつだね。うん、でもあのコマで区切られてますんでね、あのそんなに難しくないんですよ実は。もうあの不得意なとこがコマで区切って描かなかったらいいからね。多分先生ね、例えばね、写真を撮ってね、うん、練習するというのもありですか。あ、最近はね、もう写真を貼り付ける人多いですから。あ、写真貼り付けてもいいの。はい、あ、分からなくね、うん、変えて加工してね、はい、そう、フォトショップで加工したらそれなりにペンで描いてるの見えますんで。ああ、ほなあとその、いわゆるカメラ位置に合わせて人物をあの描いていけばいいわけですね。そう、その練習に なってきますよね。ああ、だから彼女は人物を詐欺に描いて、それから背景を描こうとするから難しいですけど。あ、それは、うん、はいはいはい、背景の中に人物を入れるという意識をちょっとどっかで持った方がいい。背景の中に人物を入れると、うん、ということは背景をとにかくさっき書いていただいた舞台装置を先に考える、そうそう、考えて書いておくと。そうですね、それをこういうコマで背景の中に人物を入れるコマがあ、はいはい、あとはね、もう人物の中に感情を入れ込んだコマ割りみたいな、はいはい、表情のこう、はい、カメラ位置というかね、はい、そういうのを考えてもらったり。そうするともうかなりスキルが上がってくると。いや、もうこれだけでもう漫画、もう今漫画の話すべてここで終わってますね。一本映画できるぐらいの感じですから、はいはいはい、これができればね、はい、だから舞台装置をきっちり描きなさいと。そうですね、いうことですね。うん、はい、わかりました、ありがとうございました、どうも。